アンソニー・カリアは、オーストラリアのポップシンガーで、ビクトリア・シュー・メルボルン出身。オーストラリアンアイドル2004年のシーズンで、準優勝し、デビューシングル、ザ・プレイヤーでオーストラリアでの最高、最速のシングルセールスを記録。ジョニー・ヤング・タレント・スクールに所属し、子供の頃からコンテストなどに出場していた。1995年には、 ザ・ h ロング・サイド・オブ・ザ・トラックスにアンソニーでファジオという、芸名で、ファンキースクワッドというエピソードに出演している。2004年のオーストラリアにアイドルのオーディションに参加し、本戦へ進むが、最初の投票で落選してしまう。しかし、審査員ワイルドカードで復活、最終12人に残る。週を重ねるごとに人気が上がり、 サイモンガーファンクルの明日にかける橋やフォリナーのアイオナノー、そしてアンドレア・ボッチェリとセリーヌ・ディオンのデュエット曲ザ・プレイヤーは審査員に特に評価された。カリアはチャリティーにも積極的で津波被害救済事業に参加したりメルボルンの子供病院を訪れたりしている。 2007年3月27日にシドニーのラジオ番組エッジ96.1のリポーターがパーティーでカリアと彼のパートナーに会ったと話したことでカリアは自分がゲイであることを公式に認め肩の荷が降りたようだと話したまたそれまでゲイであることを否定していたことに対しては後悔していると話しており公式サイトのメッセージ中にも謝罪の言葉を書いている ありがとうございます。